この度は、令和5年度経済産業省委託事業、中堅・中小企業向け、審査帰国税制及び税務ガバナンスに係る情報提供オンラインセミナー、各国・地域の税制概要とホットトピックス、中国編をご視聴いただきまして、ありがとうございます。ベルイド・トーマス税理士法人で国際税務業務を担当します、パートナーの藤村隆と申します。本日は中国の税制概要についてお話ししたいと思います。 中国に関しましては原則的に中国で設立された法人は中国居住法人とみなされます。でこちらはですね、全世界所得課税が適用まれにですね、香港で設立された法人であったとしてもですね、その実態経営の実態がですね、中国にあるような場合にはそのような法人もですね、中国居住法人と扱われますので。 ごいいただければと思います税率は25%となっておりまして課税年年度はとということになります申告納付期限は翌年の5月31日となっておりまして中間納付ですね毎四半期の末日から15日以内ということですので国によってはですね中間納付1回だという国ももちろんありますが中国に関しましては四半期ごとの 納税が必要であるというところが特徴的かと思います時効に関してはですね脱税行為等があると時効が適用されないというケースも考えられますのでご注意いただければと思います課税所得計算ですねこちらスライドをまとめておりますが他国と同様にですね基本的には税引き前利益からスタートして まあ一定の税務調整を加えた後にですね、えー、税率をかけていくという形で税額が計算されていくということになります。でこちら書いておりますとおり、延、まあ、滞税罰金等はですね、えー、原則としては損金不参入になるということでございます、えー、損金不参入項目ですね、まあ、より少しえ細かくえこちら記載をさせていただいておりますが 例えばあの、交差費ですと発生額の60%売上0.5%上限ということですがこちら、損金参入制限が課せられているということでございます。特徴的なところといたしましては広告宣伝費ですね売上高の15%が上限なり、まあ、超過部分は翌年以降に繰り越しということになりますので特徴的かと思います。 その他、福利厚生費ですとか、まあ、労働組合費ですね、まあ、通常であれば、まあ、損金になりそうなです、ね、項目についても、えー、損金参入制限が課せられるというところが、まあ、特徴的かなというふうに思います。まあ、その他ですね、欠損金に関しては、まあ、5年間の繰り越しということになりまして、えー、控除限度額とはないんですが、えー、国戻し担保の制度がないということになります。えー、キャピタルゲイン、えー、キャピタルロス、 ということでございますが他国ではですねこちら特別な税率税制が適用されるケースもありますが中国においては他の所得と同様に取り扱われるということになります税率は25%ということになるんですが一定のです、ね、中小法人に関しましては軽減税率が適用されることになります 次に日本から中国にです、ね、投資をした後との還流に関するですね、課税関係をこちらまとめてございますで。中国にですね、投資した後のリターンということでいくと、まあ、利子配当使用料というところがまあ挙げられるところでございますがこちら蘇生条約上はですね、まあ、原則としてはまあ10%の課税が課されられるというところになりますので ご注意いただければと思います。少しですね、まあ細かく見ていきたいと思いますが、こちらですね、仮に株式投資で進出していく場合、投資していく場合は、こちら配当のですね、取扱いということになりますが、こちら減税税10%、貸し付けて出お金を入れていく場合には、利息がですね、リターンとなるわけですが、こちらも減税税10%と。 いうことになります。ただ利息についてはですね、別途増地税の課税関係があるということになりますのでご注意いいただければと思いますで。貸付等でですね、投資していく場合の留意点としては過少資本税制がございまして資本のですね、割合に比べて多額の貸付をしていく場合にはですね、こちらの現地側での支払い利息がですね、損金不算入になるという制度がございます。 他国でもですね、ある制度、過少資本税制でございますが、中国はですね、この割合が1対2ということで、ややですね、厳しめの制度になっているというところが特徴的ですので、ご留意いただければと思います。その他ですね、撤退時のキャピタルゲインの課税というところでいくと、例えば日本の親会社がですね、中国の子会社を売却するという場合には、 この株式のキャピタルゲインに関しては10%の企業所得税が中国で課せられるというところでございますこちらですね外部への売却というものだけではなくてグループ内の組織再編でですね中国子会社株式を移転する場合にも課税が生じるケースがあり日系企業をよく課税されてしまうケースが散見されますのでご注意いただければと思います。 その他、ですね、0.05%の印紙税が課されるというところも注意点となります。生産したときの在ね、財産に対する課税についてもこちら書かせていただいておりますが利益剰余金部分ですね、積立金も含めということになりますがこちらのですね、管理については配当支払ったと同様のですね、課税関係が適用されると。 で、えー、そのほかのです、ね、残余の部分は、いわゆるキャピタルゲインのような形で、えー、投資合格の比較でですね、えー、課税関係を判定していくということになりますので、まあ、やや、えー、この撤退時、えー、特にですね、この生産配当時の取り扱いは、えー、複雑になっているということになります。寝室、えー、形態の違いによるですね、えー、課税範囲の比較ということでございますが、 えー、中国はですね支店形態でビジネスをやっていくというところが、まあ、法令上、非常に難しいということもありますので、えー、子会社形態でのですね進出の場合のみ、えー、課税関係こちら記載しておりますが、えー、先ほど申し上げました通りですね全世界所得課税が適用され、まあ、税率25%で配当等でですね利益を還流する場合にはまあ10%の減税が課されるんだよというところを、えー、ご確認いただければと思います。 こちらではですね雇用にかかるコスト等について記載をさせていただいております。社会保険などもですねスライドに記載をさせていただいておりましてご参考までにですね上海市の事例というところを記載しておりますのでご参照いただければなというように思います。 こちらのスライドではですね、増地税、日本においては消費税のようなものでございますが、こちらのですね、課税概要をですね、記載しております。物品の販売に関しては0、0%から13%の税率、サービスの提供に関しては0、0%から13%の税率が適用されるということでございまして、小規模納税義務者に関しては、会員課税が適用されるということになります。 で中国ですね、えー、この増資税、えー、インボイス方式がですね、えー、適用されているというところでございまして、えー、こちら、ですね、事務負担が、まあ、それなりに重い、えー、作業が、えー、あるということでございますので、えー、ご注意いただければなというように思います。でえー、増資税のほかにです、ね、えーまあ、試行品に関してはです、ね、別途消費税が課されるというところも、 特徴的なところでございますので、ご留意いただければと思います。バーチャルアサイメントに関するですね、個人所得税の取り扱いというふうに記載をさせていただいております。中国ですね、住所を持っているという方、もしくは183日以上、ですね、居住する個人は中国居住者ということになり、内容に問わず、ですね、全世界所得課税が適用されると。 ということになりますのでご注意いいいただければという,ふうに思いますで。これをですね、今満たない場合には非居住者という扱いになりますので基本的にはですね、限定された所得のみ中国での納税義務が発生するということにはなりますが一般従業員の方と、ね、役員の方で取り扱いが変わってくるということもありますしこちらのですね、183日の判定を間違えてしまうと 課税関係が大きく変わってしまうということにもつながりますので特にですねご注意いただければなというふうに思います中国ですね法人税にかかる各種優遇税制措置というのが、まあ、あのかなりですね豊富に用意されているということでございます一番上のところはですね日本にもあるその少額資産のですね損金参入制度と いうところでございますが比較的、ですね、まあ、金額が大きいものもですね、損金参入される余地があるというところが、まあ、特徴的なところかなというふうに思いますその他、ですね、研究開発費に関しましては、えー、損金参入についてですね、かなりの優遇を設けているというところであったりですとか無形資産に関してはですね、原価償却について、まあ、かなりですね、大きく取れるというところがございます。 まあその他ですね、一定の、まあ、これは中国がですね国策として支援しているビジネスであると、まあ、この企業所得税、です、まあ、法人税ですね、が減免されるという制度もございますので、まあ、ぜひこのあたりですね、ご活用いただければと思います、はい、あの続きまして、こちらもですね企業所得税のですね優遇措置をま求めているところでございまして、 見てわかる通りですね。まあソフトウエア業とかハイテク産業、あとはベンチャー企業というところに関しては、一定のです、ね、優遇措置を与えることによって、こういったビジネスをですね、外資から誘致したいという目がよく見て取れる項目かなというふうに思います。中国ですね、PE の課税関係というところを取りまとめております。 中国の PE を語るという意味でやはり忘れてはならないところとしてはですね、このサービス PE の論点が挙げられます12ヶ月の間にですね、合計183日を超える、まあ、社職員の方がですね、中国で活動するという場合には視点がその土地にあるということでそのですね、出身母体の法人外国企業のですね 所得について中国に帰属するとみなされる所得についてはですね課税するという制度がございますこちら中国非常にですねこのサービス PE の認定というところには熱心な国の一つでございますので例えばですね、えー、複数のプロジェクトで、えー、複数の方がですね中国に滞在して、まあ、入れ替わり立ち替わり合計すると、まあ、6ヶ月以上になるようなケースはですね この複数のプロジェクトがですね、関連する1つのプロジェクトであるというような認定をして P 課税を課してくるというところはよく聞くところでございますのでご注意いただければと思います中国に関するですね、税務調査のプロセスについてですね、こちら記載をさせていただいておりますでまずですね、まあ、書面における税務調査の通知が来てですね、初期情報提供の依頼が来て 実際に接種になり、追徴が課せられるという可能性が出てくるということになります。案件次第でございますが、この調査のプロセスですね、基本的には1年以内で完結するというところが一定の目安ということになります。で、その他ですね、具体的な訴訟手続きというところでいきますと、こういったですね、行政、税務行政訴訟と、 というところがまあ、最終的なですね税務のま裁判の確定期間というところになります。こちらホットトピックスについてですね記載をさせていただいております。増地税制がですね改正されるという動きがま現在進んでいるというところでございます。 ここはです、ね、大きな改正にはならないのではないかというところで、こちらのです、ね、資料作成時点では考えているところでございますが、最終的な顛末につきましてはです、ね、こちら、ご留意いただければなと、あの継続的にです、ね、ご確認をいただければなと思うところでございます。そのほか、ね、飲酒税について、改正が行われているというところでございます。 もうこちらですね、施、ま、行、あ、されているというところで、まあ、一定のガイダンスも出ているところではございますが、えー、外国企業がですね、品質税納付するためのまあ詳細なですね、プロトコルというところが、あの一部不明なところもあるというところで、まあ、こちらもですね、今後の動向に留意が必要なポイントということになります。研究開発費のですね、追加控除のところ、まあ、非常に大きなですね、 こちら、優遇税制の一つというところになっておりますが、まあ、何をもってですねこれ追加工場になるかというところは、まあ、若干ですねグレーな余地があるというところもあります。でこちら、ガイドラインがですね公表されているところではございますので、えー、皆様のですね会社、中国会社の方でですね、まあ、該当する支出がもしあれば、ですね現地アドバイザーとですね協業の上で,ですねぜひ適用を検討いただければなと。 いいうようよに思いますその他、ですね外国籍個人のですね個人所得税のですね優遇措置が延長になりましたというところをホットトピックスとして記載させていただいているところとなります。こちらも非常によくご質問いただくところでございますが、ピラ l a 2に関しては、ですねまだ導入時期がですね明確に定まっていないというところでございますので、 こちらもです、ね、今後の動向に注意が必要ということになります。はい、それではここからはです、ね、移転価格に関する特有事項をご説明したいと思います移転価格税制のです、ね、概要としていたしましては2008年1月いっぺん移転価格税制が体系化されたということでございます。 特徴的なのはこの関連者の定義でございまして一般的にあの50%以上を関連者とするということが比較的多いかなと思いますが25%以上がです、ねまあ、関連者であるというような定義になっておりますのでこの関連者の範囲がです、ね、比較的広いというところが特徴的でございます。ですので、この移転価格税制の対象となるです、ね、取引の幅がまあ広いと。 いうところでございますで移転価格調査もですね時効に関しては原則としてですね納税年度から10年以内ということになっておりますえ独立企業間価格のですねまあ、算定方法といたしましては、まあ、一般的にですね、えー、用いられる方法が、えー、適用されるということでございます支部員法がですね、まあ、用いられる場合なんですが この比較対象企業のですね利益水準が比較対象企業の長値下回るという場合には原則としてですね長値以上に調整されるというところがこちら、ですね制度として記載されているということになります。日本との APA マップの適用ということになりますが条約があるというところと実務上もですね この APA 等というところはよく適用が議論されるところとなりますので、まあ、こちら実績ありとの記載をさせていただいておりますローカルファイルマスターファイルというところでございますがローカルファイルのです、ね、提出義務があるというところでございまして有資者の所有権の譲渡金額、まあ、2億円というところ等がですね こちらの作成義務のですね、えー、ハードルということになっていますで。作成期限ですね、えー、関連当事取引が発生した翌年6月30日ということになってます。で作成言語これ中国語となってますので、えー、ご注意いただければなと思います。えー、マスターファイルですね、えー、こちらも、えー、制度として、えー、義務化がされているというところでございます。 年度においてですね国外関連取引がですね発生していると、で最終持ち株企業のですね企業グループ、マスターファイル準備しているというところと、取引総額10億円というところが一つのですね要件となっておりますので、こちらについてもご確認いただければというふうに思います。 CBCR についてもです、ね、こちら、提出がです、ね、要件として定められているということでございます。多国籍企業グループがです、ね、いずれの国に対しても国別報告書を提出していない場合というところになっていますので裏を返せばです、ね、日本で,で、ね、CBCR が提出されているようなです、ね、日系企業様であればです、ね、基本的にはまああのここは提出する義務がないと。 いうことになろのあとはですね移転価格税制の調査において中国特有のです、ね、進め方というところを記載させていただいておりますでこの左上にです、ね、調査重視から管理重視への転換というふうに書いておりますが従前のです、ね、税務調査にまず入って指摘をして税金取っていくと。 というようなところよりもですね、この三位一体というところを注視しているというところでございます。三位一体何かというところも書いてございまして、まずあの管理ですね、こちらモニタリングがこの多国籍企業の中できちんとそのされているかというところですね。あとはこれ、税務当局自体もですね、こちらをですね、モニタリングしながらですね、 企業にですね適切な原則移転価格のですね独立企業間取引原則をま遵守するようにというところを促すということでございます。このサービスのところでございますが、ま AP APA 等についてはま比較的ですねあの積極的な姿勢をですね持っているというところで、まこの辺りを通じてですね中国政府としても納税に関してのですねま透明性を上げていきたいという意図が。 見えるかなというふうに思います。でまあさっき言あの調査というところはもちろんあの,あ,のありまして、えー、個別の調査というところもそうですが、まあ、業界のですね全体のまあ、コンプライアンス向上をまあ、促進していくというところも目標の一つに掲げられているというところでございます。はい、あの特徴的なところとしては税関の移転価格差差がまあ、増えているというところでございまして。 えそうですねまあ、このえ左下の方でですねあのー、まあ税関の移転価格政策というところも書いてございますが、えー、こちらですねあのー、まあ中国に限らない部分もえありますが、えー、税関のですね移転価格差差というところがえやはり増えているというのがまあ特徴的かなというふうに思いますまあ、その他ですねまあ、バリューチェーン分析ですとかまあ、マーケティング無形資産というところは 他国でも、ですね、えーまあ、これ当然、えー、論点になりうるというところですが、まあ、中国税務当局もですね、えー、こういったところを、えー、中心にです、ねえー、懸念を持っているというところでございます。移転価格税制のですね、まあ、傾向というところでいくと、まあ、そのコロナのです、ねえー、まん延期間というところに関しては、まあ、調査、落ち着きを見せたと。 と,いうところあるんですがこちらグラフには書いてございませんが2022年以降ですねまあ、コロナ落ち着いた後にまたやはりあの調査がですね、えー、復活してきているというか、えー、増えて件数増えているというあの感覚が現地においてはありますのでこちら、ですね中国子会社のですね移転価格本当に大丈夫かというところは、まあ、改めて見直していただく必要があろうかなという,ふうに思います。 はいえー、特にです、ね、この自動車製薬、化学工業などの、まあ、業界というところは、まあ、利益率も比較的高めというところもあり、規、ま、模、あ、感も大きい会社もありというところで、えー、税務当局のです、ねまあ、重点注目業界であるということですので、えー、特にこの業界にです、ね、属している皆様に関しては、特に注意していただく必要があろうかと思います。 そうですね、あの移転価格税制の動向というところで、えーまあ、やはりビッグデータ分析というところですね、まあ、これも国によって、えー、取り組み、かなり進んでいる国と、まあ、進んでない国というのがありますが、まあ、中国ですね、こういったところ、ビッグデータも含めてですね、分析をして、えー、効率的なですね、えー、移転価格対応というところを注力し始めているというところでございます。 まあこちら国、国、えー、小地域、えー、というところで、まあ、温度差が、えーまあ、あるところではございますが、まあ、中国企業ですねこの移転価格課税というところに、まあ、かなりフォーカスしているというところもありますので、えー、ご注意いただければなというふうに思います、はいえー、こちらですね、全国ベースで、まあ、税務局よりですね情報提供依頼表が、えー、配布されているというところでございます。 こちらですね、あのまあ、質問がされて、まあ、回答がされると、ですね、まあ、それに基づいて、えー、税務調査のですね方針というところの、まあ、参考にしていくというところで、こちらですね情報提供依頼が、えー、少し前から、ですね、えー、各企業に流されているということでございます。はい、えーっとですねまあ、こちら、なんでこの情報収集をしているのかというところでございますが、 税務情報をです、ね、収集してリスクを分析するとで、税務コンプライアンスの状況をです、ね、確認して、ね、このリスク対応レベルの区分をした上でです、ね、それの状況に応じてです、ね、どのような対応がいいのかというところを区分しているというところでございます。 はい、ローカルファイルのです、ね、レビューを契機にした調査が増加しているというところでございましてやはりです、ねまあ、ローカルファイルであの、まあ、これややです、ねえー、おかしいなと、まあ、矛盾があるなと思われるです、ね、ローカルファイルが作成されて提出されていると、まあ、そこをきっかけにです、ね、税務調査に入ろうかというようなもしくは税務調査をもっとです、ね、見ようかというような、まあ、契機になるというところでございますので まあ、中国に限らないかもしれませんが、えー、特にですねこの中国に関してはローカルファイルきっちりです、ねえー、信頼を受けるベンダーにですね作成をお願いするというところがやはり重要になってくるかなというふうに思います、はいえー、その他、中国特徴的なところといたしましては、まあ、ユニラテラル APAUAPA ですね、まあ、U A というふうに、えー、書いてございますが、まあ、こちら、ですね積極的に、えー、導入をですね 呼びかけていいいるというとうころでございますユニですので、まあ、一方的なあのイとは違ってですね中国税務当局との、まあ、協議ということにはなりますがやはりですね中国における移転価格リスクのですね軽減というところで考えますと、まあ、こういったところもですね え導入していくこともですね、えー、検討していただいていいのかなというふうに思いますので、えー、ぜひですね、中国の税務アドバイザーの方と連携しながらですね、えー、まあ導入すべきかどうかというところも含めてご検討いただければなというふうに思います。APA の動向といたしましては、ああそうですね、まあやや増えてきつつあるかなというところで、えー、まあやはり APA ですね、中国当局も あのまあ、国によってはですねあまり APA 取り組まないという国もあるんですが、まあ、中国は比較的ですね、まあ、APA 取り組む国の一つでございますので、えー、巨額のですね中国子会社との取引があるような日系企業様におかれましてはこの APA というのもですね選択肢の一つとしてですねご検討いただけるといいかなというふうに思います。はい、あのデロイトのの事務所でもでもすね、えー、多くの APA 日中 APA ですねやらせていただいている部分もありますので、まあ、感覚としてですねやはり有効な手続きなのかなというふうに思っておりますあ以上各国地域の税制概要とホットトピックス中国編について解説いたしました本日解説した内容が海外に事業展開する企業の皆様に お役に立てたのであれば幸いでございます。アンケートにつきましては別途本セミナーの URL をお送りしたメールにリンクを貼り付けておりますのでそちらからご回答ください。お手数ではございますがご協力をお願いいたします。また本セミナーに関するです、ね、ご不明点やご質問などございましたらアンケートフォームよりです、ね、お問い合わせいただければと思います。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。